どうもどうも、はいどうも。ちょっとこの感じのサムネの方がサムネ映えするかなと、ちょっと悪そうになりました。これ着火です。いやダメです、それダメです。これいや、これが動けばいいんじゃないですか。じゃあそれを半分ちょっと燃やしたらどうか。え、これだけでいけるかな。聞いてごらん。あっ普通タッカーマンとかじゃないですか。あ、こうすればいいのか。うん、怖いな、ちょっとやってあげるか。いや、大丈夫。すごい。もう一個の高台もらっていいですか。これ取っていいですか。取ってめっちゃ燃えるんですよ。オイルがついてるからね。そうそう、怖くないこれ。風が強いね。風が強い。あ、でも仰がなくて済むんですけど。まあね、これは木が燃え移らないから、ね、これ。来たかも。ビタクソ。あ、怖いそれ。普通チャッカーマンとかよ。だってこれ距離が短いですから怖いんですよ。これ炎との距離って近くないよ。めたくそじゃない。これ多分チャッカーマンとかやるもんですよ、多分普通。何でもいいじゃん、火があるんだから。火があった、あとはね、火がつくのを待てば。あ、これしないよこれ。え、あ、ちょっとこれあるんだ。そうだよ、なんで先に言ってくれない。すごいな。すごいですよね、電柱みたいな人なんですよ。あ、なんかいい風が来るからね、勝手にが。そうですね、うん、ついてくれる。ただあんま燃える自信ないですよね、これだけだと。段ボールまだあるよ、持ってくるか。あ、マジか。うん、あ、でもワンチャンいけるかもな、これだけ。そうそう、あ、いけるかも。頑張れ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 。タープいらなかったか。暑いな。暑い。あ、持ってきてないでしょ。あ、持ってきました。持ってきた。氷持ってきました。持ってきてない、氷は。え、氷は持ってきてないです。え、だってさっき氷あるって。じゃあこの中に冷やす氷ね。ああ、保冷剤だよ。え、マジか。普通の氷持ってきてないですか。持ってきてないよ、そんなの。かそんなのない。これぬるくなってるから飲み物。いいじゃん。まあまあいいけど、ここ入れとけばいいじゃん。なるほどなるほど、取れてますよ。じゃあ入れといてます。用意して、全部用意しておいてもらって用意してもらって。本当だよね。すごい贅沢なこと言う。ある程度火が燃えてきたら、まあ、ついでに氷も燃えといてくれ。ん、いや、なんでもない。あの、幽白書のね、桑原が魂を打たれるシーン。私に言われたのか。ちゅう、もう言われへんっていう。まあ、今、知ってる人だったら分かる。ラインクなんで。なんでそんな雑誌持ってきたんですか。燃やすんだよ。いや、ダメです。絶対ダメだよ、これ。燃やしちゃダメです。これ燃やしていいですか。ダメです、ダメです。これ、燃やしていいですか。ダメです、ダメです。いっぱいこれあんの。燃えるもの。車の中でね。あとは。あ、でもこれいけるかもな。ね、いけそうだね。風が強くて飛ばされちゃうよ。いけますね、多分。本当？あ、すごい、しっかりしてるね、これ。スマホスタンド。動かしたらやだ。やっぱあれですね、他の人って結構ちゃんと下がるんですね、こういう。なんかグッズテーパーなんで。え、でも。結構適当ですよ、こんな全然やんないですね。でもそれぐらいでしょ、だって。こんなんじゃ、こんな用意しないってのがいつからなんだ。こんなんじゃ、だってここ椅子座れないじゃん。ここいつも座ってやってます。しかもさ、暑かったら座れないよ。え、暑い、うん、今日は暑くないけど、そんなに。あ、地面だってこと。うん、そうそう、一度からこう日光で。そうだよ。お皿はてんてんさん来た。え、ね、大丈夫ですか。煙飛びました。今悪意を感じた。いや俺仰いでたらこれ煙とか行くでしょ。でこれ風向きが今こう来てるから。そうだよ、全部俺のせいにしないよ。風向きまで読めないでしょ。ああ、頑張れ頑張れ。ああ、でも火ついてる。いい感じだね。ピキピキ言ってますもん、ね、これ。ピキピキ言ってるってことは火が燃え移ってるってことなんですよ。怖い怖い。あ、全然いけるもんね、これ、うん、ちょっと重いか、でもいいか。すごいすごいすごい。敷き畳
傘かと思ったけどね、この長雨で。全然行けますよ。うん、倉庫にあったからさ。なんか飲もう。もう暑くてダメ。暑いっすね。うん。シンゴ君飲まないの？いや飲みたいですけど。どれ飲むの？お茶？いや、まだいいです。まだいいの？思ったよりはですね、さっき結構もっと日光っていうか日の当たりだからさ、あのほら雨雲が、あいつが怪しい。大丈夫ですか？旦那がさ、河原に降りるなよ。ああ、さっきちょっと結構危ないから。そう、もう危ないから絶対降りるなよとか言って。すごいね、なんかちゃんと心配してくれてるんですね。うん。幼児連れてるから危ないよって。幼児ってどういうこと？でも幼児ってこんな言葉ですか？幼児が流されるのは親の責任だからね。なるほど。でも35歳になって、子供っぽいって言われてなんか嬉しくないですか？そう？わかんないけど。めっちゃ嬉しいじゃないですか。そうなんだ。35歳はおっさんとして呼びますよね。それは女の子のセリフじゃないの？何がですか？女の子は、ね、35歳で、ね、可愛らしいねって言われたらいいのかもしれない。いや、そんなことないです。男もそうですよ。あ、そうなの、はい、人によるかもしれないです。俺は若く言われた方が嬉しいです。あ、そう。ガキっぽいねって言われたら昔の人もいるかもしれないけど、うん、俺は逆にこの言葉だと思う。そうなんだ。こういう、あ、こうってこうって。やりすぎだよ、ほら。そういうところが子供なんだよ。ね、そういうところがお子さんなんだよね。これどうかな、もう、まだダメですか、ね、当ててみて、上が。結構熱だもん。持ってきた？完全に迷ってないですよ。うん、もうちょっと。頑張る。すごいすごい。木が出てきた、ほら。ほら、すごい。木が落ちてきた。ほんとだ。これいいんじゃないですか。あとは。これ一部しかないですけど、燃えてないですけど。あとはそれを散らせば。そうですね。うん。おお、来た来た来た。こんな真夏にバーベキューとか考えられないです普通は多分夏にやるもんなんでしょうけど、なんでわざわざ暑いこんな中やるもんなんでしょう。それならまだ冬の方がいいわって思いますけど。連れてってくださいよって言ったじゃん、バーベキュー。何を言ってんのかな。濡れタオルみたいな。そうです。頭拭くのにすごい暑いからいいですこれ。お母さんがやるやつね。その出し子汚れるってこれ。なんでこんなこんな入れとか。これ何ですかこれ。ニンニク。ニンニクホイル焼きみたいな。そうそう。それ結構時間かかるからさ、最初のうちからやっといた方がいいし。なんで近所のおばさんとこんなことやってる。ね、なんだろうね。なんででしょうね。この間ほら出禁にさせちゃったからさ。まあ焼肉屋はね。はい。いやでも多分出禁って言うけど多分。そう、勝手にさ、でも出禁とか言ってさ、出禁とかじゃないんだよ別に。そう、多分俺勝手に一人でさりげなく言えば多分俺だって分かんないと思う。これ言っちゃったから。だって言わなきゃさ、やっぱりさ。まあ会話の中で分かっちゃうでしょ。あ、美味しい。どっちも行きにくくはなりました。行かなくていい。あそこでも美味しいですよね。美味しいよ。美味しい。あそこの焼肉屋。ね。結構地域に来てくださって感じなんです。そうなんです。できたよ、できた。さあ、網を置いてみる？置いてみます。あの、まばらにして。一部しか燃えてないけど。あ、また火が出てきちゃったよ。暑いっすね。まばらにしてみますか。うん、まばらに。どうしよう、まばらにしたらなんか燃えるのかな、これ。でかすぎたね、そのでっかいのね。そうですね。ちっちゃいの方が。割ればいいんですよ。あれあれ。割れた？
こんな昼間からさ、はい、見てくれてる人いるの？まあ、最近は俺あんまり何もやってなかったんですげえかそってますけど、ね、こんな330ぐらい。そんなにいるの？でも俺バーベキューやってるの2人ぐらいしか、ね、そうだよね。もう飽きられてます。飽きられてるよね。最近俺があまりにも何もやらなくて、ね、期待されてないんです。あれアンチは？アンチブロックしてんの？まあ、解放したの？いつも極楽に覗いて。かわいそうにね、極楽人って言われて。だったら網をちょっと乗せましょうか。もういいんじゃないの？まだ？そう思うじゃないですか。うん、ババルに来たら火結構消えちゃう。すごいじゃん。さっき結構燃えてきてたのに。ピキピキ言ってるこれ。うん、燃えてはいるでしょ。燃えてはいると思うんですけど。ちょっと変わってください。こんな暑い中ずっと泳いでたし、あ、ちょっと来たかもしれません。こんな暑い中こんな運動したら緊張しますよ。全然飲めないじゃん。熱い。汗やばいっすよ、絶対俺。熱い。死んじゃうよ、マジで。うわ、日が出てきたな。あ、来ました？熱い。熱い。なんでこんな暑い中こんなことやってるの？試練。感じだね。真夏にバーベキュー。俺、インドア派だからどっちかってこと、多分。いいね。アウトドア。いいね。なんかちょっと、ここは暑いね。ー、動かして。え、ああ、あ、ちょっとこっちも、あ、本持ってるわ。本持ってますよ。ちょっと本持ってます。あんまり燃える感じしないです。え、燃えるぞ。これなんですか、これオリーブオイルみたいなんですか。ニンニクと。ニンニクと塩。すご。ニンニクのホイル焼きみたいな。あ、閲覧が一気に増えた。460ぐらいます。本当？急に。誰か多分、パルパルさんとか多分やめたんです。あ、12時過ぎた。もう1時になった。旅館かなり1時間。うわ、うまそう。すごいな、こんなん作ったことないですもん。この発想すごいですよね。肉と野菜を焼くっていう発想しかないですもんね。こういうなんかちょっと洒落たことできないですよ。え、何これ、何ですかこれ。うちでいつもやってるやつだよ。何ですかこれ。こんな何これ。これは何。バジルソース特製の。すごセルトリー。料理とか結構できるんですか。隣に。料理できるじゃないとこういう発想ないですもんね、バジルソースとかっていう。うちの親とかバジルソースって何が何だか分かんないですもんね。まあシソソースみたいな感じじゃない。ええー。シソだよって言って。あ、シソなんですかバジルって。まあシソ科だからね。シソ科ね。ああ。うん。風やめ。何やってんすか。でも私が触れるくらいだからそこで。まあ、確かに。まこれ今何やってんすか。パン焼くのよ。え、パンを焼くの。そう。どうやって。いや、ここちょっと。え、ここでパン焼くんですか。そうです。え？パンを焼くの。パン焼く。わあ。なんか乗せとかないと。乗せるもんないか。今パンを置く。なるほど。イライラする。よしよしよし。もういい。あ、え？パンを置く。フランスパン。はい。すごいな。俺こんな発想ないもん、バーベキューで。だから言ってるじゃん。すごいな。パンを焼くって発想がまだないですもんね。ちょっと時間をかけてゆっくり。だからまだほら。いや、固定カメラあるけど、なんかこう、なんていうの。やっぱこう、今このパンとかこれをピックアップするとかあるじゃないですか。やっぱ手持ちの方がやっぱいいっていうか、そうだね、ですよね、うん。やっぱ配信倍考えてるんで僕。僕何もしてないわけじゃないですから、ね、ちょっとこれ配信ありきでやってるんで、ね、みんながちゃんと見やすいように僕はカメラマンってめちゃめちゃ重要ですからね。そうだね。そう。火はやって。そうそうそう。まあ、全部これ食材とか道具とか全部用意してもらいましたけど、俺お金出したの自分の飲み物しか出してないんです。お、すごい。え、何これ。これすごいですね。
なんかちょっとなんか早野レミじゃなくてなんだっけ、あの平野レミさんみたい、ね、ちょっと平野レミさんみたいな料理家の、はい、こんなことやんないこれ。こうやってトマト乗せます。平野レミさんみたいじゃないですか。そうだよ。でもいつもこれうちでやるやつ。何これ、鉄粉ちゃんだよ。わ、すごい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 、ね、バター違う、なんすかこれ、チーズ、カマンベールチーズ。カマンベールチーズ。これ乗せときます。わー、これなんかフランス料理みたいになってる。でも結構、あ、焦げてきちゃう、ほら。いや、フランス、イタリアか、イタリア料理。あ、ちゃちゃ、これ焦げちゃってる。おしゃれんティーじゃないですか。火が強いんだよ。あ、火強くなってきましたね、これね、うん、すごいおしゃれですね。え、でもさ、簡単じゃない、ただ単に乗せるだけだから。まあまあ簡単と言われたら簡単かもしれないけど、ああ、手についてて、ここの発想まで至るまでが難しいですよね。まあ、料理とかやる人だったらこういう発想あるかもしれないけど、うん、でも今さ、こうやってだいたいうちこれで食べるからね。わ、すごい美味しそう、すごいですね。ちょっとここにここかわいそうだからこいつにつけて、こいつかわいそうだから。すげえ。ちょっとこね、強かった、ここ。もうここに手あげるよ、だって焦げちゃったもん、この人。マジっすか、うん、シャレオツちょっとこれ。あ、閲覧500ぐらいになった。ほんと？はい。え？開かないよ。僕開けますよ。おばさんちょっと力がなくて開けらんないよ。チンコこれ開けとくれ。気をつけてね。こぼれるからね。開かないですね。コンコンって叩かなくちゃ。何かで。やるぞ、どうだ。何ですか。演出ですよ、演出ですよ。え、こんなん負けないんですか。めちゃめちゃ軽いですよ。だって今硬かったの。本当にかいくらなんでも広すぎるでしょ。もっと年寄りになると開けられなくなる。何ですか。見てみて、みんなに。うわ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 、何これ、トウモロコシ。そう、トウモロコシや。もうこれさ、焼け、わ、バジルの匂いすごいですね、これね。そうだよ、それをつけるから今ね、はい、シンコかけてごらん、それに。いや、僕がすか、うん、いや、いいです、僕カメラマンやるんで、やっぱ僕が、ほらこう、やっぱこれ気をつけてね、料理慣れてる人の方が、うん、トウモロコシね、茹でてきたからすぐできる。こう、なんかその、適量がわかるじゃないですか。トウモロコシ持ってきてなんかバーベキューじゃないみたいになってる。バーベキューだからトウモロコシだよ。ちょっとした料理じゃないですかこれも。うん、だってね、これ頭ってね、頭ってきたらいいね。うん、それ平野レミさんみたい、ちょっと。そうでしょ、うん、うん、いいじゃん。俺こんなバーベキューしたことないな。これがバーベキューですよ。これ肉焼いて食うだけだもんな。温めといてさ、ちょっとすごい、めっちゃうまそう。でもね、飛びでいいね、これめちゃめちゃうまそう。ほんとこれ気をつけて焼いてもらって。確かに結構量ありますね。んまずだって肉焼いてないのにこれだけで結構量ありますよね。肉あるよ。あ、ほら、ヒゲが焦げてきた。おー、いい感じ。うん、こっちは違うか。これあすか、順番的に分かんないですけど、これが前菜的なことですか。オードブル。これが前菜で、肉がメインみたいな。そう、オードブル。オードブル。肉はメインです。なるほどなるほど。あ、ほらほら、ほらほら、いい感じ。あ、すごい、すごい美味しそうだけど熱い日がまた出てきた。熱い、すげえ、俺汗がくっすよ、マジやばいよ。熱いよ、俺汗やばいと思いますよ。日が強くなってきた。冷たいタオルで、やばい、汗が冷たくなくなっちゃったよ。熱い、熱い。別にこれさ、